ルーセーブル県は、フランスのヌーベルイコールアキテーヌ地域県の県である。県内を流れるセーブル・ナンテーズ川とセーブル、ニオルテーズ川という二つのセーブルにちなんで名付けられた。フランス革命後の1789年12月22日の法令施行により、1790年3月4日にルーセーブル県は誕生した。その領域は、かつてのポワトゥの一部。 アングーモアやアンジューの一部を含んでいた。1973年、県のコミュ,ューンであった、ピュイサンボンヌは、書類都市共同体に加わるためドゥセーブル県から離脱し、メーヌイコールエイコールロワール県に加わった。ドゥセーブル県は、ビエンヌ県、シャラント県、シャラントマリティーム県、バンデ県、メーヌイコールエイコールロワール県と接している。参照元、陰性。 1968から1999,2006,2010、ルーセーブル県の経済は本質的に農業中心である。乳製品の生産が有名で、ヤギジのチーズ、エシレバター、そして食肉の生産が続く。この25年間で農業人口は劇的に減少したが、それでも全国平均と比較すると多くが残っている。 県庁所在地にオールはフランス中西部のロジスティック及び商業の中心となっている。ルーセーブル県は伝統的にフランス南北の政治的教会となっている。カトリック教徒の多い農地所有者が暮らす。県北部では伝統的に右寄りであるのに対し、県南部ではプロテスタントが多く暮らし、左翼傾向が強い。ルーセーブル県は長らく右翼の砦とみなされてきたが、 2007年、フランス大統領選挙においては、県議会の大半が左翼を支持した。2008年の地方選挙においては、トゥアールも左翼の候補を市長に選んだ。トゥーセーブル県選出の国会議員4人のうち、3人が左翼で、右翼は1人であった。ありがとうございます。